皆さんこんにちは、モードエナのりです。ベイビーエナアリアです。皆さんご存知の通り、アリアはですね4ヶ月早い早産でした。22週5日で 574g での出産でした。コメント拝見していると、私のチャンネルのね視聴してくださってる方は、早産だったりとか、今妊娠中でね切迫早産だったりとかいう方も結構多いので、今日はですねそんな方にも少し参考になれたらなと思う内容をお届けしたいと思います。ズバリ早産で当時心配だったことと今の現状です。やはりですね、22週での出産は、21週までが流産で、22週からが早産と言われているようにですね、赤ちゃんの成長がですねまだ発達しきれてないっていうことが多いと思います。なんか実際に私もね出産するときに先生から、22週だったら、その生存の確率が 50% で、22週だったら 70%、 23週だったら 70%、 24週だったら 80% というふうに上がっていきますっていうふうに当時出産する際の担当医師からですね言われました。でもそれでも、ね、その契約なんか理解しましたっていうサインをするんですけど、なんであれも生きてほしいので、信じてですね、その 50% だろうが何だろうが、出産に挑みました。でですね、 500g の赤ちゃんっていうのは超低出生体重児っていう風に言われるんですね。昔は未熟児とかやってたのかな、もう手のひらサイズぐらい本当に小さいんですけれども、出産後は NICU で5ヶ月で、 GCU で2ヶ月アリアは過ごしました。その中でですね、成長過程の中で、やっぱり心配なことはね本当にたくさんありました。ちょっとね書き留めてみました。当初ね本当に結構な頻度で寄り目だったりとか、あとは人工呼吸をつけていたので、顔や頭とか鼻の変形とかも気になったし、生まれた直後はね耳の形とかもそもそも形成されてなかったので、ちょっとここ押せますね、こんな感じの耳だったんですよ。でそれがね、翌週2週間後ぐらいかな、もう耳結構しっかりしてたんですけど、あとはね毎日干潮してたので、そのね今後も一生干潮なのかなとか、あとなんだ、視力聴力脳波の検査もあったりとか、あとは搾乳でね、搾乳で飲んでもらってたんです、母乳を。で、それが直部に切り替わる時の、心配だったりとかね、本当にいろいろ、いろいろありました。そしてこれあるある、 YouTuber あるある、下履いてません、でね、さらに詳しくちょっと心配していたことと、1歳を迎えた今の現状をねお話ししたいと思います。ではちょっと今日は量子的なことでですね、頭の形とかお鼻のこととかね、顔とかね、そして一番気になってた寄り目の話をしたいと思います。寄り目すごかったんですよ。失礼しました。ちょっとね、アリアちゃんがかわいそうなので、主人に預けてきました。で、人工呼吸器がですねワンステップ上がると鼻のマスクになるんですけど、鼻のマスクになったら結構頭の方とかね、この顔周りで結構しっかり固定をするんですけど、それがねやっぱりその取れちゃったらそれこそ一大事なので、しっかり固定をする、すなわちですねここの食い込みっていうのかなが結構気になっていて、なんかピーナッツ型っぽくなっちゃうんじゃないかっていうので、すごくね心配をしていました。テープのねそのバンドの影響は関係ないかもしれないんですけど、実際ねちょっとこんな感じで、そのピーナッツ型になってしまってるように見えて心配になって、看護師さんには相談はしていて、そしたらすぐにですね配慮してくださって、帽子タイプのものに変えてくださいました。ただですね、この帽子タイプのものってやっぱりそのバンドよりも固定力が弱いみたいなので、その辺の兼ね合いはねやっぱりその担当の医師とか看護師さん専門の方が判断するのが一番いいと思うので、もし悩んでる方は看護師さんとかに相談してみるといいと思います。またですね、ある一定の期間が過ぎたら、この鼻の酸素マスクからですね、今アリアも使ってるようなカニューラのタイプに変わるんですよ。こんな感じです。頭のね形の心配がなくなったら、今度はですねちょっと鼻のね形の心配に、もうね心配は尽きないですね。変わります。やっぱりこれもしっかり固定するので、鼻がこうさグッて上に上がっちゃったりとか、あとなんかこのカニューラのさちょんって先っちょ伸びてるんですね。それがねちょっとずれちゃってたりとか、あとなんか薬のせいなのかな、むくんでるからパンパンなんですね。こうなってて、こういう状態になってて、もう結構大丈夫かなみたいな。でももうなんていうのかな、もう生きてるだけでありがたいので、そのあたりはもう別にしょうがないと思ってるんですけど、でもやっぱりなんか
やっぱり気にはなるんですね、女の子だしなみたいな、まあ、男の子も気にするしますけど、いやだから本当になんかこういう顔になっちゃわないかな、こういう顔になっちゃわないかなとか、まあ、本当にでも命があるだけありがたいからもう、うん、なんだって大丈夫だとも思いつつっていうとこでしたね。はい、そしてですね、特に私が気にしてたのが寄り目です。結構な頻度で寄り目になっていて、で赤ちゃんって結構黒目がね大きいっていうか、瞳がまだ小さいから黒目が大きく見えて、ずっと寄り目っぽく見えたりとかするじゃないですか。でもね、それとはまた違くて完全なる本当にねできてる、こんな本当に寄り目 で看護師さんに相談するとしたんですけど、寄り目結構多くないですか、そうですね、アリアちゃん結構多いかもしれませんねって言って、まあでも大丈夫ですよなんて言われてたから大丈夫かと思ってたんですけれども、あまりにも頻度が多かったので本当に大丈夫なのかなみたいな不安は結構でかかったですね。でですね、結構先生にもお母さんは心配なことありますかとか声かけてもらったりとかするんですけど、その時はやっぱりですね、特に気になったのが、まあ、寄り目の話と、あと頭の形が気になってましたね。先生的にはさ、容姿はどうでもいいんじゃって感じかもしれないんですけど、でもやっぱり母心としてはですよ、結構気になるわけですよ。でですね、当時のあんまり寄り目の写真とか動画がね、やっぱり自分がそれを心配だったから撮るのが嫌だったのかあんまりないんですけど、まあ、ちょっとあったのでこちら、はい、よかったらご覧ください。アリアさん、アリアさん、はいはい、アリアさん、はいはい、アリアさん、どうですか、寄り目になってますよ。はい、という感じでですね、当時こんなことを結構気にしておりました。はい、で現状としてはね、ちょっとここにアリアをね素晴らせながらご説明しようと思ったんですけども、私の口頭で失礼いたしました。ここに写真でも置いとこうかな。はい、顔はですねやや細めでシュッとしてる感じなんですけども、まあ、気になってたこうピーナッツ型っていうのがここがすごいへこんじゃうっていうことは特にありませんでした。でね、鼻もですねこうちょっと横にずれたり上に上がってるので、ちょっと上に上がり気味の鼻とか横にずれてるとかあるかなと思ったけど、それはもう全然なくて、まあ、ちょっともともと鼻が大きいタイプなのかな、鼻はしっかりしてますけれども、不安なところは解消されてました。で寄り目も当初心配してて寄り目はもうほとんどなくなりました。まあ、赤ちゃんだからちょっと写真撮った時とか若干まあ黒目中側かなっていうのはあるんですけど、いわゆる本当に心配していた寄り目だっていうのはゼロですね、ゼロです、もうなくなりました、全くなくなりました。でまあ、最後にですね、頭の形はやっぱり当初はねもっとね歪んでいたというか、相変わらず細長い縦長っていうのかな、後ろに出てる絶壁じゃない感じなんですけど、歪みみたいのは、まあ、寝ない CU の看護師さんもちゃんとこうやって時間になったら頭をこううつ伏せの中でこう左右に振ってくれるんですね。それでもまあ形がちょっと歪んでしまうのはアリアのなんていうの向き癖っていうのが多分あると思うんですけど、まあちょっとずつちょっとずつ成長することによって頭が大きくなるのでかなり緩和はされてきてます。ただね、あんまりまあ綺麗かって言われるとまあ歪んでるなっていうのは未だに気になってます。だからね、未だにちょっと向き癖が多分あると思います。でまあこれは余談なんですけど、この間ねちょっとご飯食べに行った時に隣に座ってた方がちょっと声かけてくださって頭の形の話をされたんですよ。でそれでなんか頭の形が今ヨーロッパタイプみたいな話をしてくれてて、でも日本人っていうのはまあ仰向けで寝させて、まあ、頭が形悪くならないようにこう振ってあげたりとかするらしいんですけど、欧米じゃないね、ヨーロッパとかってうつ伏せに寝かせてこう頭を振ったりするらしいんです。まあ NICU でやっててもらったような形で、そうするとさ、なんか確かに外国の人って頭がさ、日本人って結構なんかその、まあ、絶壁の人も多かったりとか丸い感じじゃないですか。でもヨーロッパとかの人ってここなんかさ縦長みたいな感じじゃないですか。でそれはね、わざとそういう風にしてるらしいですよっていうのをなんか噂ですけど、その人から聞いたのでわかんないですけど、から教えてもらって、なるほどね、まあ、じゃあアリアの、まあ、頭の形の個性っていうのはですね、まあ、グローバルっていうことでっていう感じですね、ちょっとポジティブにね捉えております。はい、というわけでですね、本日はソーさんで出産して、まあ、当時心配だったことと今1歳になった今の現状のお話でした。養子編っていうのかな、お話でした。まあね、本当だからまとめますと、まあ本当気になってたことっていうのは
ほぼ全部クリアされていて、大きく成長していくにつれて、まあ、形も戻ってきたり、戻ってっていうかな、なんか緩和されてきたりとかしているので、特にあの不安だったことは解消されたなという感じでした。だからね、もしかして今同じようなことで心配とか不安がある方がいたらね、少しでも参考になれたら嬉しく思います。まあ、ただね、これもね、本当に妊娠出産がもう人それぞれ全く違うようにですね、同じ例えば 500g 台22週で産んでた方でもそれもまたね違ってくると思いますので、一参考例という形でですねご理解いただけたらと思います。はい、もしなんかね気になることがあったらコメント欄の方にいただければ、最新の動画の方はですねコメントなるべく返せるように頑張ってるので、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。今日の動画が参考になったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ評価の方もお待ちしております。 Twitter や Instagram もやっておりますので、下の説明欄からぜひぜひフォローお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!